今回は 1km タイムトライアルを1分1秒889で制した中央大学市田竜斗選手のバイクを紹介していきます。フレームはルック T20。 ルックはフランスメーカーとして有名ですが、こちらのフレームには三菱製のカーボンが使われています。そしてなんとフレームのセット価格が110万円は驚きです。フロントホイールはコリマ5スポーク HM ピスト。ギアホイールは定番のカンパニョーロギブリ。ハンドル周りはモデルとしては古いデダファーストブラック2。ハンドル幅は400mm。 本来バーテープを巻くところには競輪タイヤで有名な総用ゴールドスターが巻かれていました。フロントギアはディジリットカーボンチェーンリング。ギアはなんとフロント60、リアは13を選択。今大会おそらく一番の大ギアだったんじゃないかと思います。また僕個人的な感想になりますが、トラック競技全種目フロントホイールはマビックイオではなくコリマ5スポークを使用する選手がかなり多く、それが印象的でした。皆さん、今回の動画はいかがでしたか？この動画が良かったと思った方は高評価、そして Twitter、Instagram のフォロー、何よりガチンコサイクル TV のチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。